村沙織と谷井です。そして宮本優子です。じゃあ今日はですね、プロレスの闇番外編ということで、現役男子レスラーの宮本選手に来ていただきました私からあの男子プロレスの団体に上がった時の巡業だったんですよね、旅館が宿泊先で、あの大浴場だったんですね、お風呂が、で大浴場でこう私がこうパシャパシャ入ってたら、なんか音が聞こえるんですよ、ピチャンピチャンって、なんだと思ってこう壁の方を見たら、某男子レスラーがめっちゃジャンプして覗いてるんですよね、人の風呂シーン。そんなことある？あるのよ。ある？当時だったらあるだろうな。あるよ。それ今はもうね、そんなできないですけどね。いやもう今それやったらかなりやばいですよね。はい、いやかなりやばいですよ。やばい。着るもの着て飛び込んできましたけどね、男子の浴場に何やってんだってすごいんだ。私じゃないと思ってたと思うんだよね、入ってた人が。いやまあそれはねそれはあるよね私でごめんねって思ったよ、それは思った宮本くんはこう女子プロレスラーで可愛い子とかいろいろ魅力的な子っているじゃないですか。はい。好きになっちゃったことありますか？あります。ええー。あります、あります。言っていいの？全然言っていいの？いやいや、ありますよ、やっぱり。同世代とかでも、ね、そういうのはあったりするんじゃないですか。やっぱ同じ痛みは分かるのはやっぱ女子プロレスラーしかいないですからね。あー、そっか。なるほど。要は同業者もそうじゃないですか、ね、社内恋愛とかってそういうことじゃないですか。同じ、ね、仕事の悩みがあったりとかね、だから楽は楽なんですよね。あ、確かに、理解はしてもらいやすいですよね。だからそうやって結婚してる人もいっぱいいるし。田村さんと谷スタッフの人が、レフリーの人を、殴ってて、すごいびっくりしたの。それはもちろん女子プロじゃなくて男子団体で。男子団体です。見ちゃったの？見ちゃって、可愛がりちゃったな。プロレスもね、可愛がりありますからね。やばいね。女子の場合は逆にそういう殴ったりとかないですか？スタッフの人が。いや、スタッフは絶対ないですね。スタッフの人はないですね。絶対ないですね。はい。いや、レスラーがスタッフにとか。やめーよーみたいな。いや、選手同士はありますけど、見たことありますけど、女子はほら、やっぱ先輩が、昔はやっぱ鉄拳制裁が、普通にあった時代なので、スタッフさんはないかな。そうね、同じ団体だったらそうですよね。で、違う団体だったら、もうあの人 NG とかで終わっちゃう。確かに、そんなことする人、怖くて呼べない。女子の方が NG 多いもん。あ、本当ですか？多い気がする。誰が NG ですかとか、女子レスラーに聞かれたことある。いや、誰もないですよ。僕はなんか全然ないですよ。みんなと。いや、ないでしょ。ない。僕もないですもん。ないですよね。仲いいですもんね。まあ、嫌ってる人はいるかもしれない。わかんないですけど。ね、その全てを知ろうとも思わないし。そうですね。宮本くんの時代は鉄拳制裁あった？ありました、あります。市内で思いっきりケツバチンって叩かれたりとか。試合以外で、試合前にストレッチしたら、いきなり先輩が入ってきて、で僕を捕まえてパワーボールでぶん投げて。なんでそんなこと言うの？何笑ってんの？いや、ヘラヘラ笑ってますよ、先輩は。宮本くんどうしたの？ありがとうございますね。いや痛いですよ、ね、ちゃんと受け目取りましたけど、1個思い出したのがあって、あの男子はね、まあやっぱ和式でしたくないわけじゃないですか。でそういう時は洋式のトイレを探すわけですよ、そしたら多目的トイレがあって、そこに行ってちょっとまあ用を足そうと思って行ったら、その前に女子レスラーが入ってて、その女子レスラーが出てった後入ったみたいで、で入ってでパッとこうトイレ便座開けたら、一本筋のうんこつまんどこって一本筋で切れることなく、あの蛇みたいな流すよ。選手は可愛い選手でしたか？はい、あ、まあ綺麗で売ってる人ですね。あ、じゃあよかった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 よ。チャンネル登録よろしくね。でもね、はい、お二人も、男子レスラーと付き合ったりとか、ちょっと遊んじゃったりとか、あるんじゃないですか？いや、チューしたりとか。
中中はまああるか、中はまあ仕事でもするもんな。中はそうですね、私はもう母親見に来てる時に、はい、坪源人選手にリング上で熱いチューをされて、私なんかすげえ、なんでこんなプロレスやっててこんなことを親の前でしてるんだっていう。それ親は、親は後でなんかめっちゃ笑ってました。いやーっははっと笑ってました。そのまま持って帰ってとかってよっちゃんは好きになったりとかあったの？でもかっこいいよね、男子レスラーかっこいい。その、うん、あの2人の世代の時のかっこいい先輩って例えば、ちょっと もうちょっと僕らより上だから、うん、今も現役でやってる人もいれば、もう引退した人もいるかもしれないですけど。誰なんだ？コウタはモテない。イブシ君が出た時はさ、イブシコウタ、うん、あ、はいはい、あ、イブシ君人気でしょうね。いや、親はそうでしょうね。そうでしょうね。DDT、うん、の選手が、うん、あのネオのリングとかをやってくれたりしてたんですよ。あのアルバイトでリング撮影とか、ね、原島くんとか、はい、工藤さんとか、そう、いたやってたかもしれない。そうだから、うん、DDT の選手とは顔なじみでしたね。ちょっと天の声からよろしいでしょうか。はいはい、お願いします。あの今日プロレスの闇かと思いきや、はい、思わぬ恋愛トークとなりましたので、はい、私練習生である私から率直な疑問なのですが、はい、プロレスラーでモテる人っていうのはプロレスラー同士の恋愛ですね、ああモテる人は可愛いとかかっこいい人ですか、それともプロレスが強い方ですか。プロレスが強いは違うな、バンドの人たちと一緒じゃないですか。ファンのやつとかも嫌だし、うん、普通じゃない人多いからな。なんかでもあのちょっとブサイクでもプロレスが上手にできたりするとモテるよね。ああそれはありますね。あるよね。やっぱりあの仕事ができるってことになるわけです、うんうんうん、かっこよく見えるよね。かっこよく見えるのよ、リングに上がると、うん、そうそうそう、うん、それあるよね。そうだから、うん、それはありますよ。やっぱりどんなに、うん、あの性格良くても、うん、プロレスが下手くそだったら、うん、ダメなやつっていう印象がありますもん。わかります、わかります、わかりますね。まあ、私の顔見てなんで言うの。分かってたっすか。いやいやよっちゃんそう笑ってないで注意しなよ。いやそれでもあるんすよ。わかるよ。仕事ができない人っていうのはやっぱ悪い人っていう。いやあいつ性格いいけどやっぱり悪いやつだっつって。うんうんうん。でも宮本くんってすごいいろんなとこに呼ばれるんですよ。いまだに、うん、性格がいいのか顔がいいのかプロレスがうまいのか。全部じゃないですか。うん、そうだよね。それで呼ばれてるんですよ。ないです。いやでも。はい。コミュニケーション能力あると思うんで。そうだね、そうだね、大事だよね。大事ですよね、うん、それすごく。だって私あんまり喋んないけど宮本君は喋るやつ。嬉しいっす、それね。タマさんそれ言われたら嬉しい。今日いい日になりました、ね、はい、いや谷さんに言われたら別に嬉しくないけどタマさんに言われたら嬉しい。よかったじゃん。握手しな。はい、じゃあ今日は2人の友情が生まれたというプロレスの闇シリーズ。はい、闇シリーズ。今度はもっとちゃんと話を持ってきてください。あ、お願いします。お願いします。はい、それでは今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。